ジェフリー・ヤン、オリ、セーブ結局〇〇が獲得。セーブは14日、中継ぎ左腕の補強として今季はマーリンズ傘下でプレイしていたジェフリー・ヤン投手27を獲得したと発表した。背番号は00、1年契約で年俸7500万円。ドミニカ共和国出身の左腕で、今季は 2A、3A で計49試合に登板。最速159キロの速球が武器で57イニングで102三振、奪三振率は 16.1 をマークした。渡辺久信 GM は驚異的な奪三振率が魅力。荒削りなところもありますが、日本での成長が楽しみとコメントした。ヤンに関するあの情報の錯綜は何だったんだ。マジでヤンセーブなんか未だに信じられん。これに7500万も出すのか。阪神にいたウィリアムスみたいになってほしい。ヤン 3A、6回防御率 15.00 被安打8奪三振11よしし91、2A、51回防御率 3.71 被安打38奪三振91よしし944。今井の3倍くらい尖った成績やな。今年のもほとんど 2A かよ大丈夫かこいつ。これをトヨタがどうも改造させるのか楽しみだわ。ヒット四球四球ツーベースの後に3連続奪三振でシャットアウトしてくれそう。濃厚すぎるやろ。ほとんど三振でしかアウト取れねえんじゃね極端すぎるわ。奪三振力はあるんだろうけど吉四球力も半端ないわね。こいつは棒高橋並みに期待できる。大化けしてジャパニーズドリーム掴んでほしいな。名前と球速とパフォーマンス以外何もわからないけど応援しとるで。西武のスカウトの目は信じられないけどオリックスと競ってたんなら結構いいんちゃうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。